今の攻撃は…エッチ、これを見て。ミスターエッジ、通信が入っている。ケニッシュ、それにガガンさんも。あなた方とはエイオス以来ですね。お互いいろいろとありましたが、ご双剣で何よりと、今は再会を喜んでいる場合ではありませんか。間に合ってよかったよ、エッジ君。シル、どうして君たちと別れた後、太陽系へ近づく謎の天体が確認されたんだ。私にはその突然の出来事が、君たちに提供された情報と無関係には思えなかった。そしてここまで来てみれば、当たりのようだな。我々もこの戦いに加えさせていただこう。もちろんエルダーも及ばずながら助力を。我々は地球人との友好を大切に思っています。ガガーン氏の説得でエルダー人も動いてくれた。事の真相を確かめるためにな。我々が援護する。君たちはなすべきことを成したまえ。はい、必ず。ところでフェイズの姿がないようですが。フェイズはエルダーの移民艦の救助に行っています。同胞の危機が去ったら必ず駆けつけてくれると信じています。フェイズをあなたに同行させたのは間違いではなかったようです。フェイズをよろしくお願いします。カルナス、全速前進。極点上空、進路クリアです。よし、このタイミングを逃すな。カルナス、極点上空より突入する。どういうことだ。カルディアノンが、極点が星に飲み込まれていく。正確に言えば、
バロックダーク表面物質が極点へ集中。いわば極点海面が上昇しているようだ。それに伴い極点に高エネルギーの流入を確認した。最終防衛機構が発動したようね。実体を伴うほどの超高エネルギー集積体だ。どれほどのエネルギー量になるのか未知数だ。カルナス、緊急離です。今すぐあれの前から離れるんだ。了解。本当に大丈夫でしょうか、副長官。ケニー司令とエルダー艦隊もなく、ムンベースは今ほとんど無人状態。もしその謎の天体が攻撃でもしてきたら、やはり我々も同行すべきだったのでは。バカを言うな。太陽系の果てまで行く義務など私にはないわ。くだらん戦いなど奴らに任せておけばいい。元戦争屋の我らが英雄様にな。おい、ちゃんと火が通ってないぞ。